皆さんこんばんは。ボーッと見せちゃいます2 MC の伊佐島子です。今節のボートレース2では、開設9周年記念 BTS ナバリモンスターカップ、今日は初日を終えました。今夜この時間は明日2日目の展望と、そして注目選手のインタビューを中心にお送りしていきます。どうぞお楽しみに。ポイントを貯めて様々な豪華景品と交換、ツポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけで、ポイントは様々な景品に交換することができます。ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。今夜の解説、浅香信さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあまり風が吹いてなくて穏やかな睡眠でしたが、もうね、絶好の睡眠です。はい、まあこれがね、どこまで続いてくれるかが問題なんですよね。そうですね、今節はちょっと台風の影響が、ちょっと直撃がある可能性があるので、はい、まあだけどね、やれる範囲内ではやっぱりみんな選手もしっかりやってくれると思いますから、頑張ってほしいと思いますね。はい、お天気にも注目していただきたいと思います。はい、それでは今節の注目モーターベスト5を挙げていただきました。ご覧いただきましょう。一番上から18号機河合勇輝選手が手にしています。2回優勝のあるモーターです。あのね、今節はね、はい、エンジンがね、まあ、失礼な言い方ですけど、低調機シリーズってよく言われるじゃないですか。はい、もうそれがね、ぴったり当てはまるような状況ですから、2ボートでの、上位クラスのエンジンっていうのは、もうほとんど出てないので、まあ、今節は、まあ仮にね、少し劣勢なエンジン引いたかなと思っても、全体のレベルがみんな そこまでいってないので、十分戦えるような感じはないと思います。はい、だけどその中でもね、この18号機河合選手、はい、いいの引きましたね。まあ、この節ね、その成績上位者が意外といいの引いてるので、まあ、そこのところが今節の特徴ですよね。はい、まあ、この18号機はね、レース的にはまずまずかなと思いますけども、はい、まあ、行き足伸びと、十分いいと思いますから、はい、今節のベスト5には しっかり入ると思いますね。はい、続いて22号機伊藤博明選手が手にしています。こちらも2回優勝のあるこのエンジンはね、はい、上位クラスのエンジンが出てても、はい、私も前から言ってるようにエース機って言ってるぐらいですから、これ全体的なレベルのエンジンの中でもこの22号機っていうのは、はい、トップクラスだと思いますから、まあ、今節だったらもう本当だったらもうダントツに動いてる良さそうな感じはするんですけども、はい、まあ、今日まだね、初日っていうところでどこまでの動きをしているかなっていうのはまだちょっと計り知れないんですけども、はい、基本的にはやっぱりいいエンジンですね。はい、続いて23号機和田綾弘選手が手にしています。はい、まあ、これもね、出足行き足ともう抜群ですから、はい、伸びもね、そんなに悪くないので、もう今節だったらね、十分いけると思いますね。はい、この20番台は結構エンジンいいのでね、はい、いいと思いますよ。はい、続いて54号機小野達也選手が手にしています。こちらも2回優勝しているモーターです。はい、まあ、ここもね、もう出足行き足とね、はい、十分もうトップクラスあると思いますね。まあ、伸び的にはね、まあまあっていう感じですけども、はい、まあ、今節はね、出足回り足があれば、レースはね、かなり優位に働くと思いますから。はい、最後に57号機長谷川充選手が手にしています。はい、これはね、この間の甲子園で、はい、うちの地元の豊田健志郎が、はい、暴れまくりましたね。だからそのエンジンだから今節はね、注目してるんですよね。はい、まあ、長谷川充だったらね、かなりやれるんじゃないかなという、そういう予感はありますね。はい、はい、そんなモーターにも注目していただきたいと思います。以上、注目モーターベスト5を挙げていただきました。それでは注目選手のインタビューをご覧いただきます。どうぞ。君島修造選手にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。予選初日2レース走り終えましたが、船足いかがでしょうか。そうですね、ちょっと出足関係はあんま良くないのかなという気がします。はい、乗り心地についてはいかがでしょうか。乗り心地はそんなに悪くないと思うんですけどね。はい、明日に向けてはどのように調整されますか。ちょっとプロペラの微調整を考えてます。
スタートの見え方についてはいかがでしょうか。スタート感は、まあ、ぼちぼち合ってるかなという感じですかね、はい、最後にファンの方に向けてメッセージをお願いします。明日からも一生懸命頑張りますので応援のほどよろしくお願いします。小野達也選手にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。予選初日、終わりましたが船足についてはいかがでしょうか。伸び中心にいいと思います。乗り心地についてはいかがですか。ちょっと合ってなかったですかね。明日に向けてはどのように調整されますか。まあ、プロペラの方で、はい、調整したと思います。スタートの見え方についてはいかがでしょうか。まあ、大体感通りだと思います。最後にファンの方に向けてメッセージお願いします。ちょっと苦手意識あるんですけど好きになって帰れるように頑張ります。お願いします。中山翔選手にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。予選初日2レース走り終えましたが船足いかがでしょうか。前半はちょっと船足としては調整ミスでなんか伸びに偏ってる調整してたんでダメだなと思ってたんですけど後半は良かったですね。その他の足についてはいかがですか。ちょっとスタート様子見たんですけど様子見ても下がってもなくなんか上がり方も良かったんで行き足出足が良くなってるのかなと思ってますね。乗り心地についてはいかがですか。乗り心地も良くなってましたね前半より。明日に向けてはどのように調整されますか。試運転しながらもう少し船足アップ狙いたいですね。スタートの見え方についてはいかがでしょうか。いやさっきのたまたま入ってたんでちょっと特訓との誤差がありすぎたんでまだ分かってないですね。最後にファンの方に向けてメッセージをお願いします。はい、いっそいっそ真剣に走ります。中野浩二選手にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。予選初日2レース走り終えましたが船足いかがでしょうか。数字よりは全然いい足だと思うんで、はい、特に直線とかは全然周りと比べてもいいと思います。乗り心地についてはいかがでしょうか。乗り心地もまあ乗れてるんでそんな悪くはないと思います。明日に向けてどのように調整されますか。そうですね、ちょっと回転足らない感じするんでそこだけ微調整でやりたいと思います。スタートの見え方についてはいかがでしょうか。スタートはまあ見えています。ちょっと早いんでそこだけ気をつけます。最後にファンの方へのメッセージをお願いします。はい、明日からも一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。選手のインタビューをご覧いただきました。それでは展望に移ります。浅香さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。10レース予選特賞のメンバーです。1号艇山本英史、2号艇渡辺豊、3号艇斉藤凛、4号艇大沢誠也、5号艇吉川義嗣、6号艇長谷川充、ご覧の6選手によって争われます。早速新入スタート体系からですが浅香さんいかがでしょうか。はい、もうここもねもう前付けはありませんから、はい、あとはもうスタートだけでね。ただ1号艇の山本選手がちょっとこの選手なかなかスタート早いので、はい、ちょっと鼻切るかなというところがありますからこういう感じになると思いますね。はい、1マークはいかがでしょうか。もう1マークはねもうここは山本選手もうスタートのね気合一発で逃げると、はい、これだけですよね。もうこれしかね山本選手は勝つ術がないと思いますから、うん、もうこのスタート力だけですよね。それから 2番の渡辺選手意外とね春園選手があんまり良くなかったので、はい、と思ってたんですけど新ペラ変えてから今日はね成績悪かったんですけども、うん、意欲自体は悪くなかったので、はい、まあ2コースというのはなんとかこう順走っていう感じができると思いますね、うん、それから3番の斉藤選手ねエンジンまだまだだったんですけども、はい、まあ一応ちょっとまだ新人っていうところでなんかちょっとここは苦しいと思いますね、うん、それから4番の大沢選手、まあ、こちらももう少しかなっていうとこエンジン的にはね悪くないんですけども、うん、ちょっとなかなか苦しい立場になると思います、うん、それよりも5番の吉川選手、まあ、ここはね今日もねしっかり走りましたから、はい、まあここもね十分させば十分ね2と勝負になると思いますよ、うん、それから6番の長谷川充選手、まあベスト5にエンジン入れたエンジンですから、はい、まあここもね十分感激縫えば十分この2、3着狙える位置に来ると思いますね、うん、はい、以上を踏まえてフォーカスです。
10レース気合でということで125、126、152、156、162、165と挙げていただきました。続いて11レース予選特選のメンバーです。1号艇和田彩弘、2号艇中野喜一、3号艇君島修造、4号艇河合裕樹、5号艇吉原清人、6号艇桑原正光、ご覧の6選手によって争われます。こちらも新入スタート体系からですが、いかがでしょうか。そうですね、まあ、ここもね前付けはないのでまあ大体みんなよく似たスタートすると思うんですけども、はい、5番のねあの吉原選手があんまりスタートいかない選手なので、うん、ちょっと5だけ遅れるかなという感じはありますけども、はい、まあ、あの横一線になると思いますね、はい、1マークはいかがでしょうか。もう1マークはねもう1番手、ここもね1号手和田選手、これはね言ってくれると思います、はい、はい、まあいかなしょうがないと思いますから、はい、まあエンジンはねこれ抜群エンジンですから、うん、ベスト5、今節のベスト5の中にもう入っている中でも、はい、上位のベスト3のエンジンですから、はい、もう白井英二、日高、いずこと、こう連チャン乗ってもう抜群、出足抜群のエンジンですから、うん、もうここもね一気にいってくれると思いますから、はい、これを期待したいと思いますね。今日はねちょっともうあのレース的に2着しか取れなかったんですけども、うん、まあ、ここは1号艇だったらこれはもうちゃんといってくれると思いますからね、はい、でから2番の中野選手、まあ、中野選手もねエンジン的にはまずまずなんですけども2コースだとねなかなかこう差して2、3着残るというのが苦しいので、このメンバーだともうちょっと苦しいと思いますよね、はい、それより3番の君島選手、まあ、ここがね、しっかり攻めるのでもうしっかり 1、3 で、それから4番の河合裕樹選手、感激濡れて塗って今日のドリーム覇者ですよね、はい、まあ、この選手ここ、それから、5番の吉田選手苦しい、うん、6番 の, あの桑原選手、レースしたんですけどコース遠いと桑原選手あまり良くないのでっていうところですよね、はい、以上を踏まえてフォーカスです。11レース三つどもえということで 1、3、4 のボックスと挙げていただきました。最終12レースツッキー選抜戦のメンバーです。1号艇中谷隼人、2号艇平石和夫、3号艇大上拓人、4号艇杉柄貴俊、5号艇本橋勝弘、6号艇小山勤、ご覧の6選手によって争われます。こちらも新入スタート体系からですがいかがでしょうか。そうですね、まあ、この12レースはね意外とスタート候補者はみんな揃ってますから、うん、まあ、十分ねみんな横一線のねいいスタートをいけると思いますね、はい、はい、1マークはいかがでしょうか。1マークはねもう1番の中谷選手いいエンジン引いてますからね、うん、なんて言ってもここもねインからだったらもうしっかりいけるんじゃないかなと思いますよ、はい、ここはね信頼に値すると思いますから、うん、これもね豊田健志郎がねお盆レースで優秀しているエンジンですから、はい、もう十分だと思いますね。それから2番の平石選手、まあ今日はね、まあ1、2着しっかり頑張ったんですけども、うん、はい、2コースにしてはちょっとエンジン苦しいと思います。それより3番の大上選手、まあどこから行ってもねしっかりスタートは行くしレースはスピードあるしなかなか面白い存在だと思いますね、はい、から4番の杉原選手、今日はスタート行きましたね、インから逃げました、なかなかここもね4からだったらスタート行ってくれるんじゃないかなという感じはありますね、うん、それから5番の本橋選手、まあちょっとね、今日はね刺されましたけども、はい、まあ、もうちょっとかなというエンジンですね、うん、まあ、そういうところで、まあ2着3着狙えるんですけども、うん、6番の小山選手、まあ、小山選手もねここ6コース苦しいですけども、うん、入るとこは十分出てくると思います、はい、ここはね逃げて3のね大上選手の 2、3 着で狙いたいですね、はい、はい、以上を踏まえてフォーカスです。12レース信頼ということでご覧の6点挙げていただきました。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ電話投票会員になって会員登録するだけでポイントはさまざまな景品に交換することができます。ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。それではここからは9月6日から開催されます開設72周年記念 G1 ツッキー王座決定戦の情報をお届けします。土屋さんよろしくお願いします。はい、まずはですね
最近の、突起王座決定戦をちょっと振り返っていきたいんですが、はい、まあ、前回ですね2023年4月に開催されました72周年はですね、まあ、皆さんも、記憶に新しい方も多いと思いますが、まあ、優勝戦はですね、勝った峰竜太選手と、まあ、地元の高田光選手のですねデッドヒートが、ある優勝戦でした。2コースからですね、インの松山翔吾選手をまず高田選手がですね1周1マークで、まくり切るとですね、センターから、桐生純平選手、峰選手の、差しが入り、高田選手と3艇の突破争いとなります。2マークでは、バックでですね進路をですね内に切り替えた高田選手が、伸び返して先前に成功するもののですね、一番外の峰選手がですね渾身のまくり差しで高田選手と2人の、首位争いに持ち込みます。2周1マークは、先に回った峰選手をですね、高田選手が道中猛追するんですが、届かず、峰選手が高田選手を振り切って、3周ゴールと、大変、見応えのある、優勝戦となりました。はい、まあ、結果的にはですね、勝ったのは、ボート界のやはり、トップレーサーの峰竜太選手でありましたが、まあ、準優1枠はですねこの大会、松山翔吾選手、地元の高田光選手、豊田健志郎選手とですね、まあ、若手レーサーの、活躍も、光る大会と、なりました。はい、この優勝戦本当に見応えありましたよね。それより前の大会はいかがでしょうか。はい、節目のですね70周年はですね、まあ、エース旗を引いた、まあ、新田裕二選手に、地元周年 G1 初優勝の期待がかかったんですが、優勝したのは、こちらも若手の関弘也選手でした。まあ、関選手はですね、まあ、今シリーズ、まあ、シリーズ直前にですね、地元の山崎智也選手がですね引退を発表したことで、まあ、群馬支部から一人での参戦の大会となりましたが、まあ、引退した先輩への花向けの優勝となっています。そうですね、69周年の優勝戦では節一クラスの伸びで優勝戦まで勝ち上がった、まあ、長岡亮也選手がですね、まあ、2コース角戦を選択する優勝戦となりましたが、インの寺田翔選手がしっかりこれを受け止めて優勝を飾ったレースでした。68周年では、1号艇でインから押し切りを狙った原田幸也選手にですね一度はですね5コースから、平本正幸選手の、まくり差しがとつきましたが、まあ、原田選手が、1周2マークで、抜き返して優勝を飾っています。まあ、過去にはですね、63周年で、まあ、加原優希選手が、3周2マークで逆転して優勝する、シーンもあり、まあ、最近10大会ではですね、まあ、3度の抜き決着が、あります。まあ、67周年では、追加参戦だった中澤和司選手が優勝といった話題もあり、最後の、ゴールするまで目が離せない、見応えのある、優勝戦大会と、なっています。はい、いろんなドラマがありますね。それでは来月開催される72周年はいかがでしょうか。はい、72周年の、優勝候補筆頭は、ブス島誠選手です。ブス島選手といえばですね、7月の、ボートレース甲子園での、優勝が記憶に新しいところですが、はい、現在ですね、賞金ランキング、トップを快走中ということで調子も、良さそうですので、今シリーズはですね都での、まあ、特別戦連覇、甲子園に続く連覇と、突起王座の初制覇をかけての戦いとなりそうです。はい、その他はいかがでしょうか。今年の SG で優秀のある池田浩二選手、磯部誠選手、宮藤元樹選手、山口剛選手、吉川元博選手やですね、当地実績十分の松井茂選手、浜野谷健吾選手らですね、注目選手が目白押しです。 G1 とあって豪華なメンバーが集まりますね。地元勢はいかがでしょうか。はい、地元勢もですね、現在、5大会連続優出中と、活躍が、光る大会です。突起王座決定戦を、3度、優勝している井口義則選手をはじめ、豊田健志郎選手もですね今大会はドリームからの出場ですので、地元で初の、タイトル獲得の、期待がかかります。また中島健一郎選手、松井光也選手、松尾充選手と、地元からは5名参戦予定ですので、楽しみなメンバーが揃いましたので、地元水面で、期待したいなと思います。はい、地元レーサーにも頑張ってもらいたいですね。
以上、ツッキー王座決定戦の情報をお届けしました。さて続いては、今年春にデビューした渡辺優斗選手へのインタビュー第2回目です。どうぞ。それではちょっとプライベートのこともお話聞いていきたいと思います。はい、学生時代はどんな部活動に入られてたんですか？学生時代は中学校と高校で水泳部に所属していました。どのような種目で泳がれてたんですか？はい、種目は中学校の時にはバタフライをしていて、高校の時はクロール、はい、はあ、されてたんですね。はい、何かこう大会に出てっていう結果を残されてたりもしてあるんですか？中学生の時は結果はあまり出せなかったんですけど、はい、高校3年生の時の県の高校総体では、うん、個人では50メートルフリーって言って50メートル自由形で県3位になったのと、男子400メートル自由形のリレーでは九州大会に出場しました。素晴らしいですね。他に何かやられてたことはあったんですか？はい、3歳の時から高校3年生の時まで空手をしていました。結構長くやられてたんですね。私もちょっとですけど、はい、やってました。何かこう段を持ってたりはしたんですか？段は初段を持っています。じゃあもう黒帯で。あ、そうです。かっこいいですね。その空手で培ったこう体力とか体の使い方っていうのはどのようにレースに生きてますかね？レースにはやっぱり空手も体幹軸が大切だと思うので、そこを体の軸と空手で鍛えられた忍耐力が生かされているなと思います。体力面でもメンタル面でも生かすことができているってこと。はい、はい、勉強の方はなんか得意な教科とかあるんですか？いや、勉強は本当に苦手でできなくて、体育とかも球技が本当に苦手で何もできませんでした。意外ですね。どんな学生だったかっていうのは。そんなに積極的ではなかったんですけど、はい、優しいとはよく言われてたので優しかったんだと思います。もう見た目からでも任した感じが伝わってきますけども、先日イベントで三重支部の高田光選手からお話がありましたが、はい、高田選手を師匠につけられたということで、はい、高田選手を師匠につけられるきっかけとかはあったんですか？すごい自分の練習に来てくださって、すごい細かく教えてくださいました。それがきっかけで頼まれて師匠になる。はい、それともうかっこいいの一言ですね。もともとかっこいいと思ってて、レーススタイルもすごい、勢いがあってかっこいいなと思っていました。そうなんですね。はい、じゃあもうこれからも高田選手をもうの姿を目指して背中を追って頑張っていくって感じですかね。はいはい、今後の目標について教えていただけますか？まず1期目で B1 に上がりたいと思っています。はい、どんなレーサーになりたいっていう最終的な目標というかっていうのはあるんですか？最終的には SG のレースを走れる、それも続けて走れるようなレーサーになりたいです。ありがとうございます。もう皆さん応援されているので、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。今日は三重支部の渡辺優斗選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。渡辺優斗選手へのインタビューをご覧いただきましたが、浅香さんいかがでしたか？まあ大事にしようね。ほんでね、自分でも言ってるようにね、優しい。そうですね。なんかね、九州っぽさっていうのがね、あまり出てないような感じがしましたね。そうですね。もうちょっとね、ちょっと我を出すような、そういうような感じになってくれるといいんですけども、はい、まあだけどね、師匠を高田ひかるちゃんにして、今節も出てる中野選手、はい、今日ね、なかなかいいレースしたんですよね。はい、ハンドルの入り方がね、あ、これハンドルの入れ方良くなったなって朝見てたら、はい、やっぱり2着走ってたんですけど、
まあ、ちょっと抜かれて3着になりましたけども、うん、レースはねかなりいいハンドルの見え方になったので、はい、まあこれからねその弟弟子になるわけですから、うん、そのハンドルの入れ方を少しずつ自分のものにしていけば、はい、ボート界でも十分やっていけるんじゃないかなと思いますよね、はい、もうちょっとねうんってこう決まるぐらいの感じで、はい、生活をしてくれるといいかなというところはありますね、はい、今後の活躍に期待したいと思いますね、まあ、まだまだね、はい、19歳ですから、はい、先は長いので、はい、まあ、じっくりと鍛えていってもらったらいいんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい、はい、皆さんにも期待していただきたいと思います。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけでポイントはさまざまな景品に交換することができます。ポイントクラブ、ぜひご入会ください。次節は9月6日より G1 月王座決定戦が開催されます。朝香さん楽しみですね、はい、もう豪華メンバーが集まりました、はい、これは非常に私も楽しみにしてます、はいはい、皆様もどうぞお楽しみに。今夜の解説は朝香昇さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。